ワンだけ言うなって。パローモワン。たけし、祝48歳。祝だね、祝。祝。祝48歳。それあれですよ。そうそう、おにぎりです。おにぎりの皮のでしょ。うん、川のお茶も浴びてる。そうそうそう、そう祝だね。結婚しましたって。お、したら祝だ。祝だ。止まるや。お祝いだねとかじゃなくて。祝だ。祝だべや。祝だね。祝たけし、48歳です。ちなみにバローモアンは知りません。旦那世代ですね。48歳ってことは、年男です。私の弟と一回り違います。君のいとことも一回り違います。1日違う。1日違いです。いとこは明日誕生です。お待たせしました。たけし、網走安心堂のちょっとだけよ。あれ、ちょっとだけよ。6月全然放送してませんでして、はい、48歳になってしまいました、ついに。まあ、今週引っ張って今日まで伸ばしました。なんせ前回多分ね、あの5月の最後の金曜か土曜にやったんだよね。なんと5月27か28日、うん、まあ4週間までいかないけど、4週間近いか、うん、4週間近いね。一月ぶりに。あ、そっか、そうだね。本当はその次の週とその次の週ぐらい2週ぐらい1週間休みだったけど、間違えて2週休んで10日の週から出てくるはずだったんだけど、ちょっと忙しくてね。いや、暇な時もあったのに、だから1週間のうちでどっかでやろうと言ったらさ、なんかまあ今日じゃなくてもいいかとかって言ってるしさ、土曜日になって、日曜日、土曜日にしても忙しくて、月火も忙しくて、で昨日は本当は第三木曜日で休みなんですけど、俺一人で営業してました。多分みんな休みだと思って来ないと思って、うちのやつは家で待機してたんですけど、案の定暇でした。で、普段だったら11時過ぎたら一応午前の受付終わるんで、その時にやるんですけど、なんか Facebook の方にいっぱい、ね、誕生日おめでとう祝が来てたんで、ね、こんな平日ですけど、平日なのに朝から出てきました。これ地ならししてるから。そうです、今マイクにドドドドドドって音がきっと入ってる。すぐ真横穴掘って今、うん、なんか青いなんかね、缶みたいな、水管だね、多分。それもさっき携帯撮ったんですけど、明日のブログ見てください。もう真横をすぐ掘ってるので、その掘ったところは今日そこの窓から今日のブログに載せました。鳴らして、あと最後両サイドアスファルト引いて。今日は6月22日金曜日、9時55分ぐらい、うん、こんな9時台にやるの初めてだよ、ね、48歳になった。48歳です。気持ちは別に変わりません。君が40になる前に俺は先に50になっちまうので、それが一番嫌ですとかってさっき Facebook に書きました。29の時も嫌だったけどね。あの、はい、今は俳優の阿部寛と全く生年月日同じです。似てるのは身長だけです。あっちは血液型 A 型だけどね、わしは O 型。わしは O 型です。私は A 型です。2年目はもう週のどっかで、うちとしてはやっぱあれだから、木から火曜日、水曜日休みなんで、木から始まるしや、うん、木から火の中のどっかで出てくるってことなんですよ、うん、だって日からにしたらさ、うん、日もやっていいべきか迷うしやつなさ、うん、でもたまたま土曜日になっちゃったらさ、このさ、うん、土日連チャンでやったりしたらもうおかしいしさ、なさ、なかなかね、なんか片方ずっと入ったりする時もあるしね、できない、うん、あとバラバラに来るとやっぱり開かないから、うん、バラバラ攻撃という、まあ、また昼休み弁当食いながらって手もあるんですけど、まあ大した2年目になってもやることは同じで、はい、ダラダラと、はい、前回なんかちょっと後半ちょっとなんかマイクで音聞いててしみたいで、東京の荻野くんに言われてしまいました。サイレントになってたよ。あら、チャップリンの映画買っちゃった。
録されてる。声は拾って。またもやとは。あれ？あ！ちょっとマイク大きすぎねえよこれ。あ、どこ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 の音が入ってるからずっと音拾ってんのかこれ。そうじゃない？振動を拾うんだ。音声よ。だってマイクずっと振り切ってるじゃん。あら。まあ、そんなうるさい音は入ってないと思うんだけど。普通はあーとかって言ったら、ああ少し下がってきた。今静かな。おお。まあ、どこどこ拾うんだよ。その振動はすぐ拾っちゃうからな。ここのドンってやっただけ。ドンってやっただけでね。すごい音するから。ストーブ変えてます。これがおかしいです。寒いです。ここ2、3日非常に寒いです。昨日の最高気温は8度です。いつやね。まあ、あっちのね、九州とかあっちの方から比べたら台風もどんどん影響なく。雨はまあ結構降ったけどね。台風来る前になんか50ミリ以上降って、なんか農家の人ちょっと多すぎるとかって言ってたんだけど。しかもこんな寒くて日も出なかったらさ、アスパラがかわいそうです。アスパラの気持ちになってみたね。アスパラ食べると3時間ぐらいでアスパラギン酸が出てきます。そんなことは身内の話でそう。トイレ行ったら、お、何の匂いと思って。でも美味しいです。アスパラとベーコンだね、やっぱりね。うん、アスパラベーコン美味しいね。あとはなんかあれでしょ。あとアスパラ焼きが美味しいね。アスパラ焼いて、味噌マヨネーズつけて。そうそう、あ、茹でるのも美味しいけど焼くのも美味しいです。あ、焼いてくれる。グリルで魚焼き。まあ、なんかこんなすげえ沸騰やつな、親指みたいなやつもらったりしてたけど、表面ちょっと軽く焦げるぐらいにして、まあ、それでね、あれマヨネーズか味噌マヨにつけて食べたらすごい美味しいよね。大丈夫、心臓止まれへんことに拾ってるから。結構拾ってると思う。ヘリコプターみたいな、うん、今地ならししてる。穴埋めて。やったっつ。あ、そっか。この前家の横のほうほんと穴掘ったまんま、雨日曜日にいっぱい降ったもんだから家傾きそうになってんな。傾いてはいないんだけど、これ以上降ったら傾くぞっていうことで、ね、急いで電話してなんか、うん、土のを積んでもらった、うん、積んでいけっちゅう。なんというの。穴掘るだけ掘ってよ、うん、掘りっぱなしですか。あれやったらだいぶもう終わるんじゃないかな。やったらさ、いや、だからあとは埋めたらもうアスファルト強さとって。アスファルトがなかなか引かねえね。去年も向こうのとこさ、うん、3ヶ月ぐらい何も引かないまま土のまま なってたんだよ。なんなんだこれと思って、うん、途中でなんか業者変わってたしね、うん、静かになった。マイクが止まったか。お、マイクが普通に戻ったからちょっと戻しましょう。このミュートのボタンを押しちゃうとまだ、ね、あららまだできちゃう。ダメだ。まあいい、同じでした。話題は何ですかね。野球はまあダルビッシュ昨日勝って9勝ですから。はい、打ったね、ダルビッシュ。ファイターズも交流戦2位だもん。まあいいんじゃないのね。うん、まあロッテも3位だからあんまり差は開いて縮まってないけど、だってもうダルビッシュとケッペル2人で30勝ぐらいあるのがいないのに、うん、よく2位にいるっていうの誰勝ってんのって感じで、斎藤佑樹だって5勝5敗だし、あとなんだっけ、うん、だ吉川がいなかったらどうなってんのかもしれない。吉川7勝出るし、武田勝も4勝ぐらいでしょ。ウルフもそんなもんだし、中継ぎが勝ってるのか知らないけど、まあ、打線はいいよね。打率1、2、3位か、うん、健介糸井下だったかな、うん、あ、陽だ、ね、陽でしょ、で、稲葉、うん、あれ陽だったかな、糸井が3位にいるのか、2回にいるのか、健介はとにかく打ってたから、吉川はなんだか賞もらったとかだったよね、その交流戦で4勝したからね。うん、でも最優秀賞は、ね、巨人の宇都宮ピッチャーにいっちゃったけど、最優秀賞って200万円なんだ、うん、で吉川は100万円でさ、うん、でも優勝したら5000万もらえるんだよね。うん、個人賞この前なんかあれなんだっけ、ああ、なんか家のやつだな、うん、1000万円、あれオフ
オフパワーでね、オフパワーで何だっけ、ホフパワー、ホフパワーホフパワーとなんか半分わけだよね。でもそれ相当のなんかそのなんか家建てる時にお金くれるよって話で、例えばの話で、うん、強い、ずるいな、そんな、うん、フレミエビンチにしろ、あと何ですか、あとないよ、あとは原監督なんか泥沼になって、原監督ヤクザに金を渡して1億円払って、もうクビにした方がいいんじゃないかって、クビにいるね、そりゃそうだよ、ね、巨人だけじゃないやんって、横浜でも前ピッチャーに取るのになんか何十億の先に裏金を渡して、あれ市場とかさ、ね、楽天に入って市場って言ったし、今どこにいるヤクルトが取ったわけにもわしやね、広島のやつは面白かったよ、ん、広島はアメトークでさ、うん、広島の好きなやつ集まったんだ、うん、だからあれ有吉とかさ、うん、あとアンガールズもあれ広島出身なんだ、うん、なぜかな京都出身のやつも一人いたんだけどさ、うん、でなんか立ったり座ったりして応援するのさ、なんかさスクワット応援とかって言うんだけどさ、うん、すっげえ痩せるよとかって有吉言っててさ、誰誰とかでそよぎとかって言うんだったら、うん、カットバスへって男立ったこのこんな座る時にこの女が立ったりさして、変わり者がこんな立ってるとさ、すっげえ足つかれとってさ、見てられないじゃん、あれもきついな、ずっと立ちっぱなしもきついけどさ、うん、日ハムの応援でもね、あそこの本当にお金ない時はいつもなんかこんな募金箱みたいなの設けて、で市民が募金して一応1億円ぐらい集めたりしてそうやってやってたのって、まあ、一応あれ松田って車のさメーカーがさスポンサーにはなってるけど、今の球場は松田スタジアムかっていうけど、札幌ドームもなんかすればいい、だってもうあまりにも暑くてなんかね、うん、相手の来る方のチームが扇風機つけてくれたとベンチの中に、北海道もなんかすればいい、雪印スタジアム、ああ札幌ドーム、札幌ビールスタジアム、札幌ビールドームでいいビアになってましたけど、まあ、札幌ビールも雪印も東京なんだけどしょ、本社、そうなの、そうだよ、うん、北海道に本社がある会社で金あった会社なかなかないし、うん、ないけどね、白い恋人さあ、だって球場かなんか、球場じゃなくて、あの、なんだっけ、サッカーするところなんか、そんな、練習するとこね、うん、そう丁寧かよとか、あっちの方がやるじゃない、丁寧じゃないか、丁寧じゃなくて、西区の方でしょ、いや、宮野沢、ああ、そうそう、うん、西区、そうお前住んでた、私住んでたとこのまだ先に、私は琴に、この朝っぱらの見てる人いい目だな、いないでしょいない、誰もやっぱりカメラを斜めになってますユーストリーム見てる人いないけど、なぜかフェイスブックから見る、あれ携帯で見るよ、アップル早く iPhone5 出してくれ、もうドコモじゃなくても買うぞ、絶対待ちきれ内蔵だぞミニ iPad とか、今まで6月に発表なんとか期待してたのにノートパソコンなんだな、ノートパソコン、うちのパソコンもちょっと C ドライブもいっぱいになってない、今アップアップです、D ドライブ使ったりもしてんだけど、一応でも何ギガだな、500ギガとかあるんだけどね、うん、今もう iMac とかだったら何ギガだったかな、2000ギガだ、2テラバイトだから8テラバイト、8000ギガ、なんでパソコンでこうやってダメになってくるのかね、もうちょっと持ってもいいべやな、うん、中のやつだけ変えればさ、うん、いやだから初期化すればいいと思うんだ、うん、おじゃいずれは iMac 並べて、感じが全然出なくて今まだまだダメなんだよ、腰って出ないんだから、
ちらカルテによく腰痛とか腰の痛み、右腰の痛み、腰が全然バラバラなんか、ね、あれなんのやつだっけ、リアルワンプレイヤーかなんかでダウンロードバージョンアップした時になんかその文字のやつも一緒に来たんだって俺投げたつもりなんだけど、投げた時にまだ一応豊の感じは出てくるよね、うん、出てくるけど普通の感じ腰っていうのはあの巨人の距離に刺すやつのそちらのさ針のさ、でも大体だからあの腰ってさ、ひらがなの子にさ、うん、ウジって出てくるふざけんなってよ、ちょっと皮膚も出てこないしさ、そう皮膚科って入れないと出てこない、そう皮膚科って私もこの前言った、いや今だからまた入れ直した、あの出てこないんだ、なんだっけ IME の2000のやつにさ、で大体入れたらさ、そんなもん入ってない決まってるからさ、それは入ってますって出るから、そうやってやんないとまた出てこないようになんないからさ、皮膚も出てこないし、でも短縮入れたやつは残ってんだけどね、あってだけで安心のって出てくるようにしてあるんだけどさ、でもイライラするよね、カルテリア、そんな腰なんて、ガタガタやってます、なんか他にもあったけど忘れちゃった、いつも直してもらう、直しようないな、今日6月22日はですね、他に日本人で誕生日同じの人知らないんだよね、今誰かいるのかもしれないけど俺の知ってる人の中にはいないんだよね、芸能人とか、芸能人とか、まあ、なんかスポーツ選手とかさ、日本人は阿部寛しかいないんですよ、マッチが明後日だったんですよ、22日だったから、うん、明後日、しあさって、あ、3日後かしら、うん、2日後とかじゃなくて、それでですねで、外人ではだからシンディ・ローパーとさ、うん、シンディ・ローパー最初ね、年齢不詳にしてたからね、うん、6月22日で本当にいいのかよく分からなかったんだけどさ、生年月日の時から生まれた時は出なかったからさ、多分60過ぎてると思うよ、完全生年月日同じ人なんて知らないの、いや3月でもさ、その同じ日じゃったらいっぱいいるし、お前3月8日高木ブート、ミスチルの桜井ダメだっけ、そんなことなんだよ、林家ペンに来たわけ、うん、そうだあとはね、この間アカデミー女優賞取ったエリブストリーム、ね、マディクソン君の話とか、いつまちの日です、3月4日、俺たち今日ボーリングの日だよ、なんでボーリング、なんでって言われてもボーリングは始まった日なのかよくわかんないけどさ、日本に入った日なのか知らないけどさ、いつもよくボーリング安くだったよ、この日どんな感じだったの、たまに下旬になったりもするけど、下旬は昨日だったしね、今年は、うん、あんまり22日なんないんだけど、20日か、だいたい21日なんで、下旬と冬至も祭日にしてくれってまあ祭日にしても安心とは関係ないけど、うん、水曜日以外は関係ない、祝日休みません、水曜日でないから今年はお盆休まないで、ね、9月の末に休みます、お盆はちょっといろいろ高いし、ホテルとも高いから、うん、9月の末休んでまた正月生まれたらすぐだよな、うん、まあ、寝ないですか、普段休んでないから、ゴールデンウィークも働きました、正月もだいたい3日ぐらいしか休まないからね、うん、今年は珍しく4日の日が水曜日だったから4日まで休み、そんなの全然来ない患者さんに関してこの前どこ行ってたのって言われるね、そんな5年ぶりに来たら、5年もうち休めないですって言いたくなるけどね、もうこっちは祝日来ない人に限って言うからね、そうそうそう、毎週来てくれてる人は何も言わないよ、ね、逆に言われれば本当に何も言われなかったから、ね、そこを買っちゃうんですよ、考えてました、なかったの、考えてました、休みだったの、休みぐらいあるべよって話だね、本当さ、うちコンビニエンスストアじゃねえんだぞと思って、本当に休みだった、朝と言いました、出なかったからって、ここに住んでるわけじゃねえんだから、休みだった、そりゃそうでしょって
休みぐらいあるよって、週1回の水曜日に。でもコンビニの人にもまた逆にな、休みあっていいよねって、知らんわそんなの、うん、あんた好きでそんな仕事してんだから、うん、しょうがないでしょ、24時間開けっぱなしだもん、休み取れて別にあんたずっと24時間開けっぱなしで働いてるわけじゃないのに、そんなさ店開いてからも大変だろうけど、マッサージの治療院でもね、どこだかで24時間メガネレンジやってるかもあるんだよね、ええ、休みないって嫌だな、交代制にしてさ、いっぱい人雇ってたもんね、うん、俺は東京の方かな、ツイッターで書いてる人だけど、ね、うん、そんなことしたら俺かな、お前はどっちか人残ったんじゃないかな、そんな、うん、経営者がさ、うん、そんなことしないの、うちはそんなするわけねえ、別に水曜日しか休みないんだからね、それも取られたら7月、8月はまた普通通り第3木曜日休みなんですけど、9月の末に休みってくると思うから、9月はまた第3木曜日働くかもしれない、その辺はこの辺ウェブを見てくださいって言われて、あとで上に出すの忘れてた、あれ生放送の時しか出ないからいいんだけどさ、誰も見てないから、ここっつっても出れないんだって、こうですか、テロップで出ないって出てね、あとで言えといて、誰に言ってんの絶対ね、カムラロマイ、失礼します。最近読んでる本は小説ですまた本の紹介ね、ハワイの小説で有名な北島隆さんのゴルフの少女の話ですね、2冊出てるんですけど、まあ、2冊目読んで面白いです。16歳の日系のロゴがある話、これ結構新しい本で2008年に出した本がツルツルしてまた新しい、本当の最近のものなんだ、うん、北島隆さん60過ぎてるんだけど ね、うん、そうだね、今年もなんか一冊出してなんか猫の猫シッターの話とかって、ね、それも面白いですよと思ってブログで教えてもらって、やっぱりハワイ以外のやつはまだ読んだことないからなと思うね、うちにまだ何冊もあるし、ブラディ・マリーシリーズの後の探偵のやつもまだ3つあるしな、で、あの流れ場って男の人のさ、シリーズのやつも2つぐらいあるし、君を探してどうしようかな、すごい面白いです。お前最近したのかな、分かんない、口がさ、
だんだん身も悪くなってきてるんですよ。仕事からやっぱりさ、飛行機の人って変だよな、なんかおかしくなる。長距離ならいいけどさ、一体どんだけできるのか知らないけど、もう手を振ってる人がいるんで。また来週。来週また見てね。録画。見てね。誰かこれ DV 化してくれ。誰も買わねえべって。